どうも、石崎です。今日はパート5の文法問題なんですけども、品質の関係代名詞の説明に入ってきます。多分今日は関係代名詞の問題自体は難しくないんだけど、説明がちょっとね、難しいっていうか、ベースとなる文系の知識がないと、今日の説明自体もね、理解できないんですよ。ただ文系の理解があって、今日の説明を理解できると、もう完璧に関係代名詞の問題は得点源になっちゃいますね。サブタイトルは ETS が正しいと判断するものが正しい。で、1個抜けなら Who, Which, Whom, That 2個抜けなら What 監視抜けなら Whose が入るよっていうルールなんですよね。まず前提条件として ETS が正しいと判断するのが正しいんですよね。何のことかっていうと、関係代名詞の目的格 Who は現時点では ETS ではアウトなんですよ。ただね、この Who っていうのは目的格も資格も取るよっていう話を学校で習ったと思うんですよね。でもそれは ETS はアウトなんですよね。そういう英語は使われてないって彼らが判断したんで、アウトです。だから選択肢に Whom と Who の2つがあればね、資格で Who、 目的格で Whom を選ぶようにしてほしいんですよ。Who をね、目的格で使えるって習ったよって言う人もおるかもしれんけど、僕たちもそう習ったけど、僕もそう習ったけど、 TOEIC が ETS がそれダメって言ってる場合は、目的格の場合は確実に Whom を選ぶようにしてください。うん。Tom is my son who I love と。Tom は私が愛してる私の子供ですって言ってるんですけど、ここの Whom は目的格、Love の後ろに目的格、目的語が抜けてますよね。つまり目的格なんですよ。で、Who はアウトなんですよね、この場合は。一個抜けは Who、Who, which, that。さっきのやつを理解した上で、本質的な話に入ってきます。目的語あるいは主語の一個抜けの場合は、以下の4つのどれかに当てはまるんですよね。例えばこんな感じ。 I have a daughter で括弧で is 14 years old で後半部の S が1個抜けてますよね。 S っていうのは主語ですよ。後半部括弧以降ですね。カッコ is 14 years old. Blank is 14 years old. 上向きの三角ありますよね。抜けてますよね、主語が。主語が抜けてるから主格の風が来ます。そして、She's my daughter. I love と。これは、I love っていう他動詞であるにもかかわらず、後ろに目的語が抜けてますよね。つまり、後半部の O が1個抜けてるから目的格の風が来るんですよ。こういう発想わかりますかね。二個抜けの場合はどうなるかっていうと、まずこれ元の文なんですけど、I always get what I want。まあ、俺はいつも欲しいものを手に入れるんだぜっていう文章なんですけど、まず、ここがブランクになったことを想像してほしいんですよ。ここでね、whom とか who をね、間違って入れる人が多いんですけど、あるいは which とか that とかはね。でもここは what しか入んないんですよ。理由は、こんな感じ。I always get で、ゲットって他動詞ですよね。目的語後ろに持ってきますよね。でも抜けてるじゃないですか。それで1個、カウント1個。そして I want っていうのが want っていうのは、これも三分形を取る他動詞ですよね。SVO の形を取る。で、I want の後ろの目的語は抜けてるじゃないですか。2個抜けてるんですよね。で、2個抜けの場合は、what なんですよ。だから上の文章の I always get what I want が成り立つわけなんですよね。他にも、これはね、僕の好きなスノーパトロールの歌詞の中であるんですけど、Chasing Cars っていうすごい有名な歌なんですけども、そう、このカッコの中に何入ると思います？まあ、下のサブタイトル見えちゃうからダメなんですけど、ホワッと入るんですけど、これちょっと難しいですね。意味は、Forget what we told、what we told ってなんですけど、話し合ったことを、年が取る前に忘れちゃおうよっていう話なんですよ。すごい言い歌なんですけど。てるっていうのはまず、トールドってこれてるの過去分詞ですよね。てるっていうのは4分形ですよね。で、後ろに2個目的語を取るんですよ。SVOO ですよね。でも受動態だから目的語の形が、目的語が1個減るんですよね。そういう形なんですよ。で、こんな感じ。まず、forget の後、forget は3分形ですね。後ろに他動詞を、ごめんなさい。後ろに目的語を取る他動詞ですね。ただ、目的語が抜けてますよね。三角部分一つ目の。抜けてると。さらに、we are told、目的語が抜けてますよね。だって、tell っていうのは後ろに目的語を二つ取るのに、受動態だから一個減るだけでもう一個足りてないんですよね。だからこれをつなげるのは、あ、
So forget という他動詞の目的語が抜けている。Be are told の目的語が抜けている。2個抜けたから what なんですよね。これも見てみますか。聞いてみますか。実際の話なんですけども、Chasing Cat。超有名な歌なんですけどね。これですね。まだまだ出てきません。サビの部分ですけど。そろそろですね。次です。あ、出てこなかった。ごめんなさい。次のサビですね。次です。次。聞こえました？ここですね。っていう感じでした。まあそれを言いたかっただけなんですけど、僕は昔ミスチルも好きなんですけど、まあツアーとかもよく行くんですけども、あのね、札幌に来たら行ったり、東京にいた時に東京に来たら行ったりするんですけど、なんかね、ミスチルのファンのブログとか見てると、今日秋田公演で、で明日は札幌公演ですみたいな、すっごいこれ完璧追っかけやんとか思ってたんですけども、いざね、自分がね、スノーパトロールを大好き、本当に心の底から大好きになってしまって、もうね、心酔してしまったら、僕マニラとかシンガポールまで行きましたから、彼らのコンサート見るために日本来てくれなかったから。でそう思うと、なんかね、音楽の力ってすごいですよね。人のことそこまで動かすんだから。でさっきの歌とかはなんで好きかっていうと、僕と正反対の歌詞なんですよ。僕はもう何もかも忘れたくない、年取りたくないと思ってるんですけど、スノーパトロールの歌は、あの、世界のこと忘れようとか、時間のこと忘れてしまおうとかね、これとかね、僕たち話し合ったことを忘れよう、年取る前にっていうこと、そういうこと言えるのがすごいなって思ったんですよね。だから僕はね、正反対の性格を持ってるけども、ああいうところに行きたい、ああいう部分の自分もね、持っていたいと思うから、あの歌がすごい好きなんですよね。で実際にあの歌、確かね、500万回か5000万回かも、あの、再生されている超有名な歌なんでね、何回も聴いてくれればいいと思います。 Chasing Cars ですね、スノーパトロールの。はい、話戻って、関心抜けはフーズと、この問題どう解きますか。これは簡単で、 Name っていう名詞がありますよね。でもその前に関心がないじゃないですか。大抵は The とか A とか入るんですけども、ないですよね。その場合はフーズが入る。超簡単な問題です。I have a son whose name is 太郎。
関係代名詞の問題とかじゃないですよね。むっちゃ簡単ですよね。This is English。 まとめると、一個抜けの場合は S か O、 一個抜けの場合は Which, Whom, Who, That が入る可能性が高くて、 What が入る場合は二個抜けなんですよ。で、監視抜けは Whose です。英語通信講座で検索すると多分に This is English.jp。 今回の復習 PDF で MP3 欲しい人は、下記のディスクリプションあるいは上記のサイトからパスワードを発行してください。留学生と一緒に作った276ページからなる TOEIC の無料 ebook も用意しているんで、メルマガ登録後、ぜひ持ってってください。石崎力也がお送りしました。どうもありがとうございました。